ばんは。こんばんは。今日はちょっと早いんですけど、まあ土曜日だからいいやということで、ちょっとね時間があるのでやろうかなと思ってやっております。ふわ頭文字の人、みかんありがとうございます。グワカシラ文字の人、ハートありがとうございます。遊びに来たよ。遊びに来てありがとうございます。寒いね。寒いっすね。わが知らまでの人、サイリウムありがとうございます。早いね、1週間ね。頑張っていきましょう。でも こんばんは。土曜だよ今日は。皆さん こんにちはとこんばんはと。今日は大学のねなんかテストがあるみたいですよ。滋賀頭文字の人ありがとうございます、ハート。だからね、まだ終わってないのかな、もう終わってるか。なんかセンター試験のなんか名前変わった版みたいなテストやってるみたいですよ。まだやってるのかな。センター試験って何時から何時までだったか忘れちまった。自分も受けたけど、でも6時ぐらいまでだった気がするから、まだやってるのかな、わからないですね。けど頑張ってほしいですね。頑張ってほしいなと思います。結構夜遅くまでやってたよね。確かに結構夜遅くまでやってたような気しますけど、なんだろうな、1日目と2日目で終わる時間もなんか違った気するけど、まあ、あと受ける教科が少ない人も人によっているしね、まあいろいろあると思いますけど、まあ頑張ってほしいですね。今日も明日も明後日も、明後日はないか、今日と明日かね。このテストはあれだもん、テストっていうか試験はあれだもんね、普通に人生左右する系のやつだもんね。なんか普通のテスト、普通のなんか普段受けるなんか期末テストとか中間テストはまあまあさほど人生に影響しないけど、まあ内申点とかなんかそういうのをね上げようとしてる人にとってはまあ変わるけど、なんかセンター試験とかこの共通テストみたいなのなんか本当ガチで人生変わりかねないじゃないですか。行きたい大学に入って、ここの大学に入るかあっちの大学に入るかって、なんか行く大学が変わるからさ、人生変わる系の出来事だから、本当になんかあれですよね、一世一代って感じするけどね。ね、ドキドキですね。でもなんかさ、毎年雪がさすごい降るからさね、なんかこの季節ね、なんかどうにかなんないのってちょっと思ったりもするけどね。もうちょっとなんかいい時になんかねテストっていうかできないのかなって思ったりするけどね。冬ってなんかインフルエンザとかもさ流行るしさ、
毎年、まあ、今はコロナがあるからあれだけどさ、コロナがない時さはさ、毎年冬どこの季節ってさインフルエンザが超流行るしさ、雪も降るしさ、ね、交通の便が止まってどうのこうのみたいな、なんでこの時期なんだろうっていつも思うんだよね。とが頭文字の人、レインボースターとハートとお花ありがとうございます。そう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 、でももうね、そういうこと変わらないからもう運を味方につけて頑張るしかないよね。雪も降りませんようにって祈るしかないというか。試験の人がいる、こんばんは、ありがとうございます。そう思うよね。土日、朝学生が難しい顔して歩いてたの。いやー、難しい顔っていうか、そりゃそうだよね。難しいっていうか緊張してるんだろうね。それ緊張するよね。緊張するよ。わかんないけど緊張するよ、そりゃねえ。頑張って、ファイティン、ファイティン。夕食は何にするの？内緒。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。受験っていうところね、受験っていうとね、これですよね。受験っていうところですよ、本当に。まあでもね、頑張ってくださいとしか言いようがないので、非常に頑張ってほしいですね。うん、そう思います、とっても。疲れて昼寝してました。ねえ、なんで疲れたの？なんで疲れたの？なんかあったんですか今日？昼寝っていいよね。わかる、昼寝大好き。昼寝、なんか夜寝る気持ちよさより昼寝る気持ちよさの方がなんかある。なんか夜ってなんか寝ていいよみたいな、ザ寝ていいよみたいな環境より、なんかソファーとかでうとうとしてる方がなんか好き。仕事してたので。だって、お疲れ様です。仕事、土曜日なのに偉いです、偉いです、偉いですよ。昼寝は幸せになれる、いや昼寝はね幸せになれる気するよね。思います、思います。なんかすごい幸福度がすごいですね。
自分もこたつに入りながら座椅子座椅子で寝落ちしてた。座椅子はてはて。我が頭文字の人かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや偉いです。寝れるときはだからたくさん寝てください。私はねご飯を食べるとね眠たくなるんですよね。やばいんですよね。なんか口に物を入れるとさ眠たくなるんですよ絶対に。朝起きてから布団から出る勇気が出るまでしばらく。本当にそうだよね。勇気が出ないです。私も朝起きてから。しかも布団ってあったかいからいいよね。プガカシラムジの人、サイリウムありがとう。ドガカシラムジの人、小づちありがとう。スガカシラムジの人、オレンジありがとう。こんばんにゃんだって。猫が好きなの？赤さん、そう赤さん、赤さんっていうか本当なんかねもうね毎日眠たいよ冬は。 ね活動的になれるの夏だけなんだよね賞味冬はもうダメです。冬はもう適した環境でないから。私の体的に冬はちょっと冬眠モードに入るので。そうなんですよね。夏になるともうヤッピーってなりますけど。座椅子は一人用の小さなソファーみたいな。へえ、いいね。こたついいよね。でもこたつにね、こたつに入ってるとね私はもう何もできなくなるんですよね。本当に一生出てこないからねこたつから、ね、今の実家にはこたつないし、おじいちゃんおばあちゃん家の家ももうこたつの概念なくなったけどさ、昔はさちっちゃい頃はこたつ出してもらってたけどさ、もうずっと朝起きてさ布団から出るじゃないですか。もう布団から出なさいって言われて布団から出て起きるんだけど、朝ごはん食べたらまたこたつに入るのね。もう布団とこたつどっちかにしかさいないからさ本当にダメよ。エアコンに限ってますね今。なんかもちろんさこたつつけながらエアコンつければさ全然外に出てもあったかいけどさ、こたつってさその中だけがさ基本的にあったかいじゃないですか。だからさ出るまでのさ勇気が出ないんだよね。そうそう、エアコンとかだとさもう何部屋全体が温まるからさ、まあ出ても入ってても同じなんだけどさ、そうそうそう、こたつはもうピンポイントでそこだけあったかいからさ出る勇気がね出ないのよ。そうそうそう、こたつを背負って生き、いや本当こたつを背負って生きていきたくなる。座椅子は和風の旅館の部屋にあるやつですよ。あ、ちょっと背もたれある椅子みたいな感じかな。そうなのよ、こたつ使うとねもう出ないからね本当に。なんかみかんも置いて、歯ブラシとかも寒いからこたつの中入りながらしたりとか、朝ごはんもこたつの中で食べるし、全部そこで済ますからね。ダメ人間が完成するからね、あまり良くないですね。だからねヨギ棒もね買うのやめたんですよ。そう、なんか一人暮らしね、一人暮らし始めてねヨギ棒買おうかなって思ったんですけど、ヨギ棒もなんかどうやら調べてみると、あのヨギ棒っていうねなんかクッションのすごいふわふわ版みたいな、人をダメにするソファーみたいな言われてるらしいんですけど、そうそう、それがあってさ、で一人暮らしするからさソファー
ないから買おうかなって思ったんですけど、調べるともう本当にさ動かなくなるって書いてあったからさ、よしやめた。そうそうそう、もう動かなくなるのが一番ダメだからね、やめましたよ。そうそう、なんかすごいビーズクッションっていうかな、私は座ったことがないから、あ、でもなんかのなんだっけ、ファッションフォーユーの撮影の時に一回ヨギボーに座った気がする。なんかスタジオに置いてあって座った気するんですけど、すごいよねあれね、家にあったらもう動かないだろうなって思うからね、買わんときました。持ってる人いるのかな、わかんない、もしかしたら持ってる人いるかもしれないけどね。そうそう、今こたつ、こたつ家にある人いるのかな、こたつ出してる人いるのかな。ヨギボ、そうヨギボ、NiziU が宣伝してるやつ今テレビで。こたつで見てます。家にこたつがある、いいな。こたつくれよ、こたつくれよ、私にこたつくれよ。今現在こたつに入りながら、うわいい人生、いい人生やな。とが頭文字の人ありがとう。扇、扇ありがとう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 。こたつはないけどホットカーペットです。ホットカーペットもいいよね。ホットカーペットはもう寝そべったら終わり、これはやばい。こたつがあると動かなくなるので、うちにはあります。そうだよね、そう動かなくなるのがね欠点。部屋が狭いからこたつを置けないだって、やばいね、部屋が狭いって。ちび、ちびこたつは、ちびこたつ、ちびこたつはどうですか。こたつから動けないっていいな。休みの日は最高ですよね、どれだけ寝てもいいからこたつでさ。いいなって思うよ。ヨギボーのネックピロー持ってます。そんなのあるんだ。クッションじゃなくてね、首に、あーいいね、首痛いからいいわそれ。ホットカーペットは低温やけどする危険がある。そんなの、そうなの。まあでもそんなに長時間そこにくたばってるわけではないから大丈夫と思うけどね。はい、今日昼ご飯4時に食べたからお腹空いてないんですよね、本当に困るよ、困るよね本当にね、本当にね。もはや夕ご飯、そうもはや夕ご飯なんですよ、もはやね。
もはや夕ご飯なんですよね。毎日そうなっちゃうんですよね。そう、昼って結構やることあるからね。なんか最近ずっと夕方にね、昼ご飯が来る。でもなんかそうなる運命なんで。じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃじゃじゃ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 ん。たまごっち育てようと思ったのに電池がないんだ。電池入れたい。たまごっちちゃんに電池を入れたいな。たまごっちちゃん、愛するたまごっちちゃんに、なんか針ないかな。針がないとね、開かないんだよね、これ。このたまごっちちゃん、このたまごっちちゃん、針がないと開かない。このたまごちゃん、たまごちゃん、なんかこの前までね生きてたんだけどね、またね、なんかね、すぐ電池なくなるんですよね、これね。だと思いますか、皆さん。なぜかな。なんかね、ここのお尻のところにね、これをね刺してね。痛い。このね電池をね、なんかね秒でなくなるんですよね。私のさ、私がやりすぎてるのかな。本当に秒でなくなるの、たまごっちちゃん。たまごっちちゃんね、秒でなくなるんですよ。怖い怖い、壊さないで。え？どうやってやるのこれ？どうやってやるのこれ？これどうやってやるねん。え、動かなくなったよ。動かなくなっちまった。え、時計の時間が合っているか確認してね。時計の、あ、できた。たまごちゃん、メスかな、オスかな、これは。早く生まれてください。なんか普通にさ、なんか昔のたまごっちってさ、なんか卵にしたらさ、すぐさ生まれるのにさ、あ、来た来た。生まれないんだよ、早く。なんか時間かかるんですよね、最近の。めっちゃ時間かかる。リアルに時間かかるんですよね。振ったところで、あ、来た。あ、女の子だ。女の子生まれた。病気だ。
連打でお菓子をあげるっていうね、時間かかるから一回一回と。あれ、この子名前何？リボプッチだって。リボプッチ、クマ。自分もいるんですよ。これフサンって書いてあるでしょ。これこれ私のアバター。これに育つかな。楽しみ。ちゃあ楽しみ。楽しみじゃないっちゃ楽しみじゃないですね。なんか似たようなやつが育つから、なんか早く結婚させたいです。でもこれはまあどうでもいい。早く結婚させたい。多分この子は多分育っても。前に育ててたやつと同じ顔に育つことはもう目に見えてるから、そこはもうどうでもいいとして、早くこの子を大人にさせて、早く結婚させて、違う顔にしないとね。育て方がね、一緒の人が自分が育てるからね、みんな同じ顔に成長するんだよね。だからまあ結婚させて、もう前回は確か5代目ぐらいまで行ったから、今回はちょっと7代目8代目ぐらいまで行けるように頑張ろう。今回はちょっと
代を前回よりもつなげられるように頑張っていきたいと思いまする。もしも多分あと2時間ぐらいしたらね、1回目のね進化が起こるのでね、起こりますので、まあまたもう一回後で夜にやる気があったら、たまごっちが進化したらやりましょうかね。あと2時間ぐらいだと思う。あと2時間ぐらいと思う。2時間ぐらいしたら1回進化する。今日のところはね。たまごっちは全種類みたいな、もうね、全種類とかいうね概念がないんですよね。そうなんか本当にね無限大なんですよ、出る種類が。そう、本当に何だろう、今まではメメッチとクチパッチを結婚したらなんか真ん中のができるとかだったけど、最近は他のサンリオのキャラクターとかも結婚させられることができるから、自分のたまごっちとサンリオを結婚させたらその種類ができて、またそうやってやっていくと無限に違う顔が生まれるのよね。そうだから、ね、何種類ぴったり何種類っていうのはないと思う。もう全く同じ顔はもう出なくなると思う。そうなんか人間と同じ、本当に。そう35種類の中からどれかが生まれるよとかじゃなくて、本当に結婚させる相手によってこの変わるから顔が。そうなんですよね。まあなので、まあたまごっちがもう寝てなくて、ふさんも寝てなかったらやろうと思います、あとで。なのでよろしくお願いします。またあとでやれたらやろうと思います。それでは皆さん、またあとで。ありがとうございました。バイバイ。